皆さんこんにちは森大奈です今回は市川沙桜の小説ハンチバック解説です 私が作ったサブスクサービス、水星ブッククラブでは、毎月厳選した新刊本を5種類販売。この5種類に対して、私が1本1本解説動画をサイト内で配信しています。そして、著者の許可が降りた場合には、著者へのインタビュー動画も配信。月末には、この5冊、それぞれのオンライン読書会も開催して、ズーム上で会員同士が本の感想を語り合う、そんなサービスです。 この解説動画というのが自然と現代文学講座のような内容になっていくんですけれども今回はこの市川紗王のハンチバック前編後編とあるうちの前編を丸々お見せします今まで解説動画はほとんどサイト内でしか配信してこなかったんですけれどもこれからは一部切り抜く形で YouTube をご覧の皆様にもお伝えします今回の市川紗王のハンチバック2023年去年の芥川少女小作の一つですね 近年これほどまでに小説が、というよりも日本で純文学と言われるジャンルの作品が世間を賑わせたニュースになったという例はなかったんじゃないかなと思うぐらい話題になりました。そして実際読んでみると私もこの作品は現代の日本文学を考える上でということは今までの日本文学の歴史を考える上で とても重要なマイルストーンになるような作品なんじゃないかそういう捉え方をしています今回お見せする解説動画前編はこのハンチバックをまだお読みになっていない人のための解説なんですけれども実は私が本当にお伝えしたい部分というのは 後半部分なんですこの作品が日本文学の歴史上どこに位置すると言えるのかどういう理由でそこに位置しているのかこれを解説したのが後半部分なんですが、まあ、その内容は少しだけこの動画の一番最後にお話しすることにしましてまずは前半部分丸ごと配信ですどうぞ「水星ブッククラブ」11月の5冊のうち1冊は市川王のハンチバックですこの本が話題になりましたね 今年2023年上半期の芥川賞受賞作ですご覧のように単行本としてはすごく薄くてですね本文ページ100ページにも満たないんですだから本屋さんに行って気軽に手に取って気軽に買って読んだという人多いんじゃないかなと思うんですが気楽な気分では読み終えることができない作品だったという点でものすごく話題になりました 作者の市川沙央はこれまで20年近くエンタメ系の小説の公募新人賞に応募し続けていた人なんですが今回この「ハンチバック」という作品で純文学私があまり使わない言葉ですが純文学の新人賞である文学界新人賞に応募してそしてこれで賞を取ってしかもこの作品が芥川賞を受賞したという私今まで 似た経歴は聞いたことがないという、そういうデビューの仕方をした人なんです。重度障害を持っておられるので、まあ、それと関連して、読書バリアフリーについて積極的に発言していることでも話題になりましたね。それでは、あらすじを見ていきましょう。主人公の伊沢釈迦は、著者と同じ種類の重度障害を持っている女性です。グループホームの一室で生活をしているんですが、このグループホームは、 彼女の両親が作ってくれたもので、えー、彼女は土地ごと受け継いでいるんですね。 そして資産を全て受け継いでいるから彼女経済的には全く問題がない状態で生活しているんです彼女の普段の仕事はウェブライターとしてこたつ記事を書くことこたつ記事っていうのはつまり情報源に当たらずに一時情報に当たらずにネットに落ちている情報だけを拾ってそれをまとめて文章にして業者に送るっていうことですねこたつ記事を書いて小銭を稼いではそれを寄付しているっていうことをずっとやっているんです そして彼女はツイッターの裏アカウントで普段人には言えないようなことをいろいろとツイートしたりそのツイートの下書きを書いたりしているんですマックのバイトがしてみたかった高校生活がしてみたかった中絶がしてみたい妊娠と中絶がしてみたい私の曲がった体の中で胎児はうまく育たないだろう出産にも耐えられないだろうもちろん育児も無理であるでも多分妊娠と中絶までなら普通にできる 生殖機能に問題はないからだから妊娠と中絶はしてみたい普通の人間の女のように子供を宿して中絶するのが私の夢ですこんなふうにツイートの下書きを書いているんですそういった表立っては人に言えないような言葉のいくらかは公開ツイートとして世に放っているある時自分の担当ヘルパーの一人である男性ヘルパーの田中さんが「この裏アカウント伊沢さんのですよね」 っていう風に自分は裏アカウント知ってるぞ。っていう風にアピールしてくるんです。そこで釈迦が彼に提案したある内容から事態は大きく変わっていきます。私、この作品が芥川賞を受賞してから sns 上でいろんな感想を見ていたんですが、一番多かった。感想っていうのは？ 自分は今まで紙の本を好きで読んできたけれど、紙の本を読めるということ自体が健常者にしかできないある種の特権性を持っているんだっていう、そういう驚きがあったっていうのが一番多い感想でした。で、これ私も同じだったんです。ああ、これは盲点だったなっていう指摘がこの小説の中には詰まっているんですよ。具体的に言うと、まあ、ある種の身体障害を持っている人にとっては、 紙の本を読むっていう行為自体が体に負荷をかける行為なんですね。具体的には二十六ページにその内容がはっきりと書かれてあります。ちょっと読んでみましょうか。厚みが三四センチはある本を両手で押さえて没頭する読書は他のどんな行為よりも背骨に負荷をかける。私は紙の本を憎んでいた。目が見えること、本が持てること、ページがめくれること、読書姿勢が保てること、書店へ自由に買いに行けること。 5つのの健常性ををを満たすすことを要求する読書文化のマチズムを憎んでいたその特権性に気づかない本好きたちの無知な傲慢さを憎んでいたこの部分は紙の本が好きって人生で1回でも言ったことがある人間にとってはものすごく突き刺さる文章なんですよだからこそ市川沙央はいろんなところで読書バリアフリーに言及しているわけですねそれで 今読んだ文章だけを抜き出すと悲観的な書き方をしているように見えるんですがこの本文全体を読んでいくと実際にはそういう印象はほとんどありませんどちらかというとブラックユーモアとかものすごく痛烈でユーモーラスな皮肉っていうのを連発していくそういう文体になっています日本文学にはこういった皮肉を連発するような文体っていうのは今までそんなに多くありませんでした だから私この小説を読んだ時にはあこれは新しい才能が出てきたちゃんとデビューしたっていうふうにすごく嬉しくなりましたあのをちゃんんと拾っている賞なんです。例えばそのとてもいい例としては村田耶香の「コンビニ人間」がありそして黒田夏子の「AB3 号」がありました まあこの2つの作品についてはまた別のところで詳しくお話ししようとは思うんですが市川沙央のハンチバックにちゃんと芥川賞を出したっていうのはこれすごいいい判断だったと思いますそしたらデザインについても詳しく見ていきましょうハンチバックっていう英語は日本語に翻訳するときは通例として「セムし」っていう言葉が使われるんですが、まあ、つまりセムしっていうのは背中が曲がって た状態だとか背中が曲がる病気のことを指しているわけなんですけれどセムシなんていう言葉は今の日本語では普通使わない言葉ですよね例えばノートルダムのパリっていうビクトリーフォの小説がありますが、まあ、私の世代なんかだとノートルダムのカっていうタイトルでディズニー映画が出ているので、まあ、そっちのタイトルで覚えているんですけどこれが日本語に翻訳された初期の頃はノートルダムのセムシ男っていうタイトルでした この背中がぐっと曲がっているっていうのはこの主人公の釈迦の体のことを表現しているいわけでもあるんですがこんなふうに。 ハンチバックっていう文字の配置自体がこの曲線湾曲を表現しているんです。一番最初のハの部分から右に行くにつれてちょっと上がってるわけですね。だからきっとここが頭部を表現していて、そこからぐっと背骨の方に行って上がってるんだけどぐっと湾曲して右の方では下に落ちているっていうこういうカーブが表現されています。 それから、この総画なんですが、描かれたのは2020年であることが、一番最後の、本の一番最後のクレジットでわかるんですけれど、でも、このハンチバックのために描かれたんじゃないかって思うぐらい、このオレンジ色の部分が背骨の曲がった人間の体を 思わせますよねもうこの作品を読んだらそのようにしか見えないっていうぐらいにすっごくインパクトのあるカバーになっています。それからこれカバーを取るとこれ私すごい好きなデザインなんですけどこっちにこの表一のところに「ハンチ」って書いてあって表用のところに「バック」って書いてあります。でこんな風に曲線がありつつもう こっちのハンチバックみたいな、えー、カタカナの曲線、この滑らかな線であるカバーの方とは打って変わって、結構ガタついた、えー、曲線になっているんですね。えー、これが、なんというか、視、えー、観的な印象っていうよりも、このシャカの繰り出す、かなり、 エネルギーの強いユーモロスな皮肉っていうのを表現しているようでもあって私この表紙のデザインすごい好きなんですこのハンチバック介護の描写でも結構話題になった部分があるんですがその部分は今度の読書会の方にとっておくことにしましてこの解説動画はここまで次の動画では 日本文学の流れにおいてハンチバックってどういう風に位置づけられるかこれ歴史的に考えてみますお疲れ様でしたこの解説動画9分間の映像だったんですがこれ水星ブッククラブの解説としてはかなり短い方なんです今だったら普段は 短くても15分。普通だったら30分前後。長いと1冊あたり1時間ぐらいの解説動画も配信しています。そしてこの動画を撮影したのは去年の10月初め頃。だから水星ブッククラブがまだオープンしてない状態なんです。この事務所もまだ完成していないので背景全然違いましたよね。この建物の別のフロアで撮影させてもらったんですけれども、 どういう情報量をどういうふうに構成して解説動画を作っていこうか、まだ手探りの状態でした。まあ、今後も水星ブッククラブの解説動画、切り抜きとして配信していきますので、そのあたりの違いもお楽しみいただけると思います。そして、後半の解説動画で私が何を話しているのか、これちょっとだけお話ししますと、 日本の近代文学というよりは近代小説の歴史明治から始まって今に至るまで小説の歴史っていうのがあるわけですが明治から始まってから昭和のある時期に至るまで一定の傾向一定の共通点が作品に見られたもちろん例外はいくらだってあるんですよでもその一定の傾向というのは インテリの男性が主人公で、その男性がいかにして生きるべきか、こればっかりが描かれていた。そういう傾向がありました。ところが、この明治から続く傾向が、昭和のある時点で潮目が変わっていく。具体的に言うと、1970年代、村上春樹と中上賢治が出現するというところから、事情がちょっと変わってくるんですね。そして、昭和の末期から平成にかけて、この変化が決定的になる。 そしてその延長に、この市川沙尾のハンチバックもあるんだというふうに考えられるんですが、一体どういうふうに決定的になっていったのか、この平成で起こった文学の新しい傾向とは一体何だったのか、これ具体的に後半の中でお話ししています。水星ブッククラブ月額は1980円。参加していただくと、すべての動画が見放題になります。紙の本を買っていただくと、翌月の月額が少し割引になります。詳しくは 下の概要欄からご覧ください。